はい、こんにちは。音楽活動戦略コンサルタント、大関ゆうきです。今回は、えー、キャッチコピーの作り方についてお話ししたいと思います、えー。このね、キャッチコピーというものは、ブランディングをする上でとても重要な要素ですので、しっかりとね、考えていただけたらと思います。はいえー、まず、おさらいなんですけれども、えー、ブランディングとは、ということですね、はいえー。ブランディングとは、顧客や消費者にとって、 価値のあるブランドを構築するための戦略ブランドの特徴や競合する企業・製品との違いを明確に提示することで顧客や消費者の関心を高め購買を促進することを目的とする消費者との信頼関係を深めることでブランドの訴求力が向上し競合他社に対して優位に立つことができる。 というもののなですね、はいえー、ここで注目してもらいたいのがですね、ブランドの特徴や競合する企業、製品との違いを明確に提示するということですね。ここにキャッチコピーの要素が含まれています。えー、ここをですね、あのマーケティング用語で言うと、USP と呼ばれるんですけども、これはユニークセリングプロポジションの略ですね。これは独自の売りポイントと呼ばれるものです。 では、ね、次に USP の作り方について解説したいと思います。これはですね、えー、次のです、ね、5つの質問に答えていただくという形で USP を導き出すというものです、はい。ではまず1つ目、理想的なお客様はどんな人、はい、あなたの音楽活動の理想的なお客様、ターゲットと呼ばれるものですかね、はどんな人か、えー、想像してみてください。 はいえー、商品、サービスの特徴は、はいえー、っとあなたの音楽活動においての商品、まあ、CD とかライブとかグッズなどあいろいろあるかと思いますけどもそういったものをピックアップしていただければと思います、はいえー、3番目、はいえー、その中で1番の売りは、はい、えー、いくつか挙げた中でこれが自分の売りだというものを1、はい、番の売りというものを見つけてもらえたらと思います はい、で今、ですね、えー、ざっと3つ質問をさせていただいたんですけどもあの、すぐに答えられないことが結構多いかと思います。というのは、ですね今までそういったことを考えてこなかったからなのかもしれないんですけども、これ、すぐに答えられなくていいんですよあの。結構大変なことで、これは今までの活動を振り返って、 えと今までじゃあどんなお客様がターゲットがいただろうとか自分の商品の特徴は何だろうかっていうのを、えー、真剣にねあの自分を知るっていう作業をしてもらいたいんですねであの例えば楽曲なんかもそうなんですけど曲を作り続けていくと何曲も作っていくと例えば共通項っていうのが出てくるんですえっ、ー、と メッセージだったりとか歌詞の使い方だったりとか例えば曲調なんかもそうなんですけどもそれが自分の曲の特徴なんですよはいそういったものを掘り下げて掘り下げて自分を知ってくださいそしたら自分に何ができるかということが見つかるんですねそれが、えー、売りにつながっていきます はい、ということでそういうものをまず探す作業っていうのをこれは結構時間かかると思うんですけども、えー、自分と向き合ってもらいたいんですねはい、えー、次に、えー、4つ目の質問になりますお客様にどんなメリットをもたらすかはい、えー、5つ目他のサービスにはない自分のサービスでなければならない理由はいこれらのことについて答えていくことでえー あなたの USP 独自の売りポイントというものが見つかってくると思います、はいえー、ではね参考までに私の USP 音楽活動戦略コンサルタントとしての USP を紹介したいと思いますはい、えー、私はミュージシャンが好きな音楽をより自由に長く続けることができる新しい音楽活動の形を提案いたしますそしてこれが これからのインディーズスタンダードとなることを確信していますブランディングやプロモーションキャッシュポイントの構築を目的としたネットインフラを整備し音楽活動を続けるための時間とお金を生み出します音楽活動を続けるには時間とお金が必要ですそれがこれからのインディーズスタンダードでは可能になります 生み出した時間とお金をさらに音楽活動に投資することで発展も期待できるでしょう素晴らしい音楽を埋もれさせないために私はミュージシャンを応援いたしますはい、えー、でこれはですね今まで私が、えー、ミュージシャンとお話をさせていただいて、えー、いろいろ悩みを聞いて上でそれを解消するにはどうしたらいいかという上で考えてきた、えー 戦略なんですね提案なんですでえー、っとまあキーワードを取ると好きな音楽をより自由に長く続けるためにインディーズスタンダードを確立しますということになると思うんですけどもまあこれが短い分でねキャッチコピーと言われると思うんですけどもこれらの u s p やキャッチコピーを、まあ、ブログだったりとかホームページだったりとかプロフィール欄などにね掲載して 自分はどんなブランドなのかというものをアピールするわけですね。それがブランディングにつながるんです。はいえー、今回のです、ね、5つの質問を通して自分と向き合って自分を知ってもらえたらと思います。自分を知るということはですね、今後の活動においてもブランディングにおいてもとても重要なことだと思います。はい、こうしてです、ね、導いた あなたの USP あなたの独自の売りポイントをですね今後も活用してもらえたらと思います今回は最後までお聴きいただきありがとうございます